土曜も丸取り競馬ということで土曜日も重賞があります。まあ、今回はですね、いろいろ重賞があるんですが、注目しているのは中山11レースの日経賞芝 2500m です。基本環境でなかなか難しいと思いますが、有馬記念と同じコースということで、私の予想はこちらということで挙げますから、太郎さんにジャッジしていただきたいと思います。難しいんですよね、中山のね2500。私はこちらです。ババン、ウィンマリー。いかがでしょう。いいですね、うん、横山武史ジョッキーで、まあ、今回、ね、ちょっと内目に入りまして、はい、これあるんじゃないかと。過去も中山走って好成績出してますから、まあ、場は悪くないのかなと思います。どうでしょう。いいと思います。いいと思います。僕も抑えます。抑えですか。そうですね。これ狙いどころとしてはどうするんですか。やっぱり人気どころでカレンブーケドールいますよね、うんうん、カレンブーケドールももちろんね、僕切ることはできないんですけれども、はいはい、うん、まあ AJCC も頑張ってましたね、うん、そうですよ、ね、アリストテレスに 0.4 秒ですよ、はい、いや今回結構タフな馬場になってるんで、はい、割とスタミナを問われると思うんですよ、はい、ウィン・マリリンどうですかね。2500でスタミナ問われると、うん、もしかちょっとどうかなって。まあでも抑えますよ、抑えますけど、僕は他にもっと買いたい馬がいたんで。ラストドラフトとかちょっと外目に入りまして、道がある校舎じゃないですか。そうですね、ね、カチューマに迫って3着でしたね、はい、あとオセアグレイトとか、あ、オセアグレイト器用な馬で、器用なんですよ。中山2号も合いそうですよね。そうだ、だ結構いろいろいるんですよ今回、はい、しそう、カレンブケドールね、実績だけだったら、はい、確かにな、軸まで考えたらカレンブーケドールなのかな、ね、はい、注目馬とかシークレットランですね、はい、中山金杯全く競馬になってないんで、はい、外は当てたら足が伸びて、これディープボンドもそんな感じの競馬で、はい、先週来たじゃないですか、はい、距離伸びていくし、田辺騎手この合うんですよ、中山2号のこう刺す子たちと、なんで外が伸びるレースになればシークレットラン怖い。ウィン・マリリンとね、シークレットランのワイドとか結構つきますか、ね、まあ、つくと思いますよ。面白い買い方ですよね。カレンがね、人気するとは思うんで、うん、土曜日から重賞があるって大変ですね。忙しい。40勝今回は40勝ですよ。年にこれ5週しかないんですよ、40勝がある、で、さらには海外競馬もね、そうなんです、控えてるということで、そう、一番今週がいろいろある週かもしれない。本当そう、もう、はい、当てに行きましょう。さあ、そして今週は何といっても初回ということで、トレンディエンジェルの斉藤司さんがゲストでやってきてくれました。予想するのはもちろん高松の宮記念芝 1200m G1 予想ということになっております。力入っておりますよね、はい、かなり盛り上がりました。さらには新企画の金満ドリームというね、あれは名前ですよね。あれはね、会長でしてますね。いかんせん斉藤さんのねマネーが出てますから、太郎さんと東京スポーツの藤井記者のですね、渾身の予想、それが合致したところで一体どういった結果になるのかということです。斉藤さんはどの言ってましたもん。そうですね、だいぶペペペペやってましたけど、ね、だいぶ会見開いてくれましたからね、ここはちょっと当てにいきましょう。いや、そうなんですよ、結構ドキドキしてるんです。なんかあんなに言ってこれで来なかったらどうしようとしたら、その模様は夕方の6時頃から配信ということで、ぜひともお見逃しなく。